皆さんこんにちは、ひなたです。皆さんこんにちは、小春です。今回は GU の2月9日の値下げ情報をお届けします。はい、行きましょう。今回は先週の値下げアイテムのうち値下げで人気が伸びているものを厳選しました。パーカーが390円になっています。コスメも190円まで下がっているので、お試しにはちょうどいいかも。それでは1点ずつ見ていきましょう。今回はランキング形式で紹介していきたいと思います。まず第5位は初めての安値、67% オフです。スティック、190円。第4位は初めての安値、75% オフです。ロング&カーレマスカラ、価格は190円。第3位は初めての安値、67% オフです。アイシャドウ、190円。第2位は初めての安値、82% オフです。オーバーサイズスウェットプルオーバー、長袖、に、鬼滅の刃、390円。そして第1位は初めての安値、85% オフです。スウェットパーカー、長袖、鬼滅の刃、4、価格は390円。動画の概要欄からリンクをタップするとパーソナルカラーなどを見ることができます。今回の袋とじキーワードはこちら。今日のコーデガチャは、はい、いいのが出ましたか？ GU、オーバーサイズスウェットプルオーバー、長袖、に、鬼滅の刃、と、ユニクロ、ペグトップハイライズジーンズ、ですね。わあ、フリースのアイテム一覧、1ページ目です。週刊番組表です。ユニクロ、GU、島村などの新作情報や、値下げ情報をお届けします。週末には SNS のトレンドをまとめたニュースもお届けします。以上、今回は GU の値下げ情報をご紹介しました。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。以上、プチプラ研究部の日向でした。次回の動画もお楽しみに。この動画は、ユニクロ、GU、島村、ハウツー、レビュー、おテーマにお届けしました。